山辺大盾は、日本古代の豪族。聖は、蓮。彼の名前は、古事記下官のみに見え、同じ事件を描いた、日本書紀には、紀ベ・本ン武氏と、佐伯家に若、農子が登場する。物語の結末も異なっている。同様の事例として、古事記の山辺大と、日本書紀の天裕が開いた今の話がある。仁徳天皇は、早は慶のなとして、 メドリオに求婚したが、姉、八田の脇ケイラの処遇に心を痛めていた。メドリオは密かに、早草ブサ命と結婚し、さらには和歌を読んで夫に、任徳天皇にとって変わることを示唆した。そのため、天皇の怒りを買った二人は軍勢に追われて、宇だの祖父、日本初期では、伊勢の正代屋で殺されてしまった。この時、将軍の山部を建てれんは、 メドリオのお手に任せる玉串を自分の妻に与えた。後に豊明設計で妻はメドリオのものだった玉串を身につけて散大した。これを大きの岩の姫の命が築いて大盾の妻を退席させ、後で夫の大盾を呼び出してこう告げた。その王都を霊気気によりてり溶けたまもの減る、是はあだしきことなくこそ、夫れのやつや、 おのれが君のお手に任せる玉串郎を肌も景気に剥ぎ、持ち来て、すなわち世のが妻に与えたり現代語訳、メドリ王たちは不敬であったから退けられたので、これは特に異常なことではないのだよ。けれども、小やつめ、自分の主君がお手に巻いておられた玉串郎を死んでまだ肌に、ぬくもりがあるうちに剥ぎ取ってきて、おのれの妻にやったとは、そして、山部王立ては死刑になった。日本初期巻。 第十五によると、ハリマ国の長官で、イオクメベコダテという豪族が、オクケ王、オケ王の二王子を発見し、後に山部ンを継承する。古事記にもほとんど同じ物語があり、こちらは、生き命、延期命である。ハリマ国風土記にも、同様の話が記述されており、オケ、オケの天皇とされている。また、法流寺に飾られた命す旗から、 山部氏と法隆寺の関連性も指摘されている。ありがとうございます。